はい、皆さんこんにちは、アタランタのタカです、今日はですね、米国の、国内線の飛行機で、トップ3から、ワースト3、これを調べてみました。これがですね、ウォールストリートジャーナルに出てたものですね。はい、でこれを決めるのに7つの項目がありまして、これ何かというと、まず定刻で到着、そしてがキャンセルがないこと、それから大きな、遅延がないこと、それから2 hour tarmac delay というのがありまして、これは法律で決まってましてね、ターマックというのは駐機場のことなんですけど、もう多分ですから、これおそらく飛行機に乗った状態で2時間以上遅れるときは水か食事を出さないといけない、そしてから、トイレも行かないといけない、行っていいですよ、それからメディカルケアもしないといけない、まあ、そういう法律でこれ決まってるんですね。はい、それをちゃんとやってるかどうか、それからミスハンドルドバゲージですから、荷物が荷物を紛失していないかどうかということですね。それからもう一個ね、難しいのがありましてね、インボランタリーバンピングというのがありまして、これはね多分オーバーブッキングだと思うんですけど、要はオーバーブッキングをしたら当然全員乗れないんで、誰かにボランティアで手を挙げて次の便で行ってください、または違うルートで行ってくださいというお願いしないといけないんですね。はい、でまあこれ当然お金結構くれるパターンが多いんですけども、まあそういうことをやってるかどうか、それからあとコンプレイン、苦情ですね。はい、でこれによって、選ばれたのが1位になったのが、デルタ航空で、これアトランタに本社がありますけども、2年連続で、1位になってます。で過去6回で5回1位になってます。優秀です。はい、デルタはね1928年にメイコンで創業してます。メイコンというのはアトランタから車で、2時間ですかね。はい、YKK の北米の大きな工場があります。で第2位が、本社はシアトルにあるんですけども、アラスカエアライン、これが、ね、2年連続2位で、遅延率では1位なんですよ。ですからまあ優秀なんです。一応北米では5位に、5番目に大きな会社になってます。そして第3位がですね、意外なんですけども、サウスウェストエアラインズ。これ22年のクリスマスに大きな問題を抱えまして、なんか従業員が来なかったり、雪とかでいろんなことがあって、もうキャンセルでもう最悪の会社と言われたんですけども、まあそれでも3位になってます。でこれはね、テキサスの会社なんですけども、2011年にエアトランという会社を買収してるんですね。で、エアトランはその前はバリュージェットだったんですよ。で、これがフロリダで始まって、多分この辺がね、アメリカの格安航空の走りだったと思いますよ。確か1990年ぐらいですかね。はい、まあそんな感じです。でここ面白いのは、ボーイングの737しか使わないんです。でそれによってランニングコストを抑えてる、それからまあ修理も簡単、パーツも全部揃ってますから、まあそういう面で値段を安く提供できるという、はい、まあこれがトップ3です。デルタ、アラスカ、サウスウェスト。で今度ワーストに行きますと、ワースト3がスピリットエアラインズで、これがね、ミラマーっていうフロリダで、マイアミのちょっと上にあるとこ、そこに本社があるんですけども、カリブとかラテンにも飛んでます。まあ普通利用しないでしょうね。そして次がワースト2は、フロンティア。はい、フロンティアがですね、今度はこれはですね、デンバーコロラドにあります。はい、でここがですね、インボランタリーバンピングではワーストです。それからここはね、国内100カ所飛んでて、海外31カ所も飛んでますね。はい、結構フロンティア見ますから、まあ大きな会社なんでしょうね。はい、でワースト1はジェットブルー。ジェットブルーはロングアイランド、ニューヨークに本社があります。すべてのポイントで低評価、100カ所飛んでまして、カリブ、ラテン、ロンドンも飛んでます。まあそんなデータがありまして、でこれを調べていったら面白いことがありまして、アメリカ国内線で最長はどこでしょうかっていうのがあって、まあ当然ハワイと東海岸なんですよ。で例えば例を取りますとね、アトランタホノルル線というのは4502マイルですから7246キロあるんです。で行くときは9時間39分、帰りは8時間40分、まあ偏西風の影響ですよね、いわゆるジェット気流ですね。で一番遠いのが
ボストン・ホノルルでこれが5095マイルあります。で行く時が11時間10分、帰りが9時間45分もかかります。もうあのボストンから多分東京に行くと時間そんなに変わらないと思うんですけどね。まあ地球っていうのはこう、ま、丸いんで、この一番太いところを飛ぶときには一番時間がかかると、そういうことです。はい、以上でした。ありがとうございました。